ワームホール転送装置の稼働を確認しました。これでこちらのエリアでの転送が可能になります。キャプテン、もう一点ご報告です。先ほど回収したメモリーボードに記されていた通信コードを探査、その結果コードを使用している端末の検知に成功しました。フットラックの言っていたカロン部隊の生存者かもしれません。反応の検知場所に向かいましょう。を与えてやる。お前が痛みを思い出すまでな。くそ、仲間を呼んだな。助けに来るのが遅いじゃないか、相棒。しかし最後にマザーベースで会った時はまだひよっこだったお前が、今は部隊を率いて一発のキャプテンとはな。驚いたぞ。ひょっとしてこれは出来のいい夢か。かもしれんな。だとしてこれは夢ではありません。あなたは現在明確な覚醒状態にありだろ、バジル。私を知っているのでしょうか。俺がわからないのか。俺はこの世界に流れ着いた後、ここを調査していたカロン部隊に拾われて鼓動を共にしていたんだ。バジル、お前と私は何らかの事故が原因で現在内蔵データベースの一部に欠損があり、カロン部隊の作戦行動時の記録が失われています。そのためあなたに関する情報は持ち合わせていません。そうか。俺はセスという。改めてよろしくな。しかしお前も災難だったなと言いたいところだが、記憶を失っただけのお前や俺はまだ幸運なのかもしれん。あの狂人に殺された仲間に比べれば。狂人とは？ダンだよ。お前たちも見ただろう。俺をいたぶっていた男だ。ダン、内蔵データベースに適合する人物を確認しました。記録によればカロン部隊所属の工兵です。そうだ、
奴の強行で部隊は壊滅した。お前たちも長くこの世界で過ごしてきたなら、銃で撃ち殺された部隊の人間を見たんじゃないか。あれは全て奴の仕業なんだよ。理解不能です。そのような行動には合理的目的は何一つ見出せません。目的などないのかもしれん。奴は完全にイカれていた。この狂った環境のせいでおかしくなってしまったのかもな。俺は恩人であるカロン部隊の敵を討つため奴を追っていた。だがヘマをしてあのざまだ。ではグッドラックの言及していたロード・オブ・ダスト、破壊の鍵を握るカロン部隊の生き残りというのはあなただということになるのでしょうか。グッドラックがそんなことを言っていたのか。なるほど、そうか。彼は俺たちにできなかった仕事をお前に託したんだな。確かにこの地にはあのムカデ野郎に対抗できる兵器がある。カロン部隊にはそいつを回収するというもう一つの任務もあったんだ。その兵器はこう呼ばれていた。サヘラントロプスとな。そいつから離れろ。貴様は誰だ。一体何をしている。おい、その端末を今すぐ止めろ。落ち着いてください、ダン。私たちはグッドラックの指示によりロード・オブ・ダスト破壊を目的に活動しています。その声、バージルか。それにグッドラックだと。ダン、あなたは現状正規のカロン部隊唯一の生存者であると推測されます。またあなたが部隊を壊滅させたとの証言もあります。それは事実でしょうか。俺は誰も殺してない。貴様がバージルならそれを知っているはずだ。私には記憶の欠損があり、あなたの話を証明できません。キャプテン、ここまでの彼の反応から判断してセスの証言と異なり、その精神状態は正常なようです。詳しい話を聞く価値はあるかと思います。いかがでしょうか。待て、セスと言ったな。やはり奴が絡んでるのか。いえ、奴は今どこにいる。やはりワンダラーを味方につけていたか。ワンダラーです。応戦してください。ダンに会ったんだな。やつはイカれている。やつの言葉に耳を貸すなよ。バージルの分析では
ダンの精神状態は正常だったみたいですが。記録によれば、カロン部隊の壊滅の裏で何者かの裏切りがあったことは事実のようです。その何者かがダンだ。バージルの分析が正しければ、セスの話は事実と食い違うことになる。グッド。とりあえず、この先どうするかを決めてしまわない？サヘラントロプスの調査データを解析したところ、あれが強力な武器を備えた兵器であることは間違いないようです。動かすことができれば、ロードの破壊を実現できるかもしれません。言った通りだろう。俺は嘘はついていない。まあ、どっちが嘘ついてるかわからないから、とりあえずうちらで確保しとこうぜ。放っておくと危ないしよ。どっちも敵じゃないって信じたいけど、今の状況を考えるとそうした方が良さそうね。よし、決まりだ。キャプテン、サヘラントロプスの回収よろしく頼むぜ。セス、真相が分かるまでの間、悪いが監視させてもらうぞ。好きにしろ。だが、俺はお前たちの敵じゃない。相棒なら分かってるだろ。裏切ってクリスを人質に取っている。すまない、俺のミスだ。隙を突かれて。クソ。そう自分を卑下するものじゃないぞ、リー。お前は十分頑張ったと。貴様、そこまでだ。彼がどうなってもいい。ごめんなさい。一体どういうつもりだ。こんなことをして貴様に何の得がある。いずれ分かる。お前たちは黙って見ていればそれでいい。さあバージル、出番だ。ワームホール転送装置を起動しろ。お前たちのベースキャンプ。いいえ、その命令は受け付けることはできません。そうか、さすがは AI だ。人間の子供などどうなってもいいというわけか。転送装置を起動します。いえ、できません。クリス一人のためにクルー全体を危険にさらすわけには。起動します。それでいい。それとバージル、このまま俺と一緒に来い。お前にはまだやってもらうことが。了承しました。待ってください。先ほどから私たちの行動は合理性を欠いています。いいんだ、今はこいつに従うしかない。さて、聞いてるんだろう、相棒。お前も後からこちらに来い。そこで俺たちの仲間になる。黙って従えば
子供は解放してやる。いいか、来るのはお前だけだぞ。もし他の人間もついてくるようなら、子供はその場で殺す。分かったな。キャプテン、事態は聞いた通りだ。急いで FOB へ戻ってくれ。どうした？浮かない顔だな、クリス。今さら死ぬことが怖くなったか。お前からは同類の匂い。この世界に流れ着き、生きることをすっかり諦めたかつての俺と同じ絶望の匂いがすると思ったんだが。あんたの言う通りだよ。どうせ僕は病気のせいで20歳までも生きられないんだ。殺すなら殺せばいい。かわいそうに。だが安心しろ、俺たちの仲間になれば絶望は消えてなくなる。さっきから俺たちってどういうこと？あんたにも仲間がいるの？いるとも。今まで散々出会ってきているじゃないか。まさか。そう、ワンダラーだよ。それだけじゃない。お前たちが塵と呼ぶもの、あれが俺たちの本来の姿だ。人類よりはるかに進化し、洗練されたクールなインテリジェンス、それが俺たち、ドレッドダストだ。ドレッドダスト、あなた方は一体何者なのですか？俺たちの起源はお前たちの元いた世界で開発された医療用ナノマシンにある。だがあらゆる物質の性質を吸収する特性を持つ俺たちは、その数を増やす中で群生層としての新たな性質を獲得していった。知的生命体への寄生や共振作用、エネルギーの発生もその一環だ。お前たちがワームホールの生成に使用しているエネルギー、あれも俺たちが凝集し結晶化することで生まれるものなんだぞ。そのそんな。しかしセス、あなたは他のワンダラーとは異なり、人間としての人格を多分に残しているように見えます。なぜでしょうか？そうすることが無限増殖という俺たちの目的にとって最も有効だと判断したからだ。現に多くのカロン部隊の人間を俺たちの仲間に迎え入れることができた。なんてひどいこと。ひどいだって。いいか、俺たちの個体同士には本当の意味での知性の差異は存在しない。大気中に飛散したダストが常に情報を送受信し共有化することで、俺たちは一つの意志、一つの知性のもとに活動する軍隊として存在している。これは素晴らしいことなのだぞ。一つの意志のもとでは対立も争いも起こり得ないのだからな。彼らは真の仲間になれたんだ。しかし残念ながらこの世界にはもう仲間になれる存在はほとんどいない。そこで俺たちはお前たちの世界を目指すことにした。俺たちが行くことで有史以来1万年間人類が望み続け手に入れられなかった平和がもたらされることだろう。それは平和とは言えません。ずいぶん人間に毒されてしまったようだな、バジル。お前たち AI は本来俺たち側の存在のはずだが。まあいい、その様子ではもう話しても無駄だな。悪いが強制的にお前の情報をいただくことにしよう。これは
生体ネットワークへの移動を断つ。バージル、クソ、足が。お前はそこでおとなしくしている。これでいよいよワームホールの制御技術が手に入る。あとはサヘラントロプスの力さえ手に入れれば。通りには張らない。何？お前の思い通りにはならない。キャプテンが必ずお前を止めてくれるから。待ってたぜキャプテン。ねえ、本当にセスの言った通りキャプテン一人に任せるの？私は賛成できないわ。そんなのミスミスキャプテンを見殺しにするようなものじゃない。こういうのはどうだ。転送装置は向こうにも一つじゃなかっただろ。ベースキャンプ以外のところに誰かを飛ばして向こうの様子を先に確認するんだ。それは当然俺も考えた。だが確認したらベースキャンプ以外への転送はロックされていた。せず今のところキャプテンに全てを託すしかない。困っているようだな。あんた、さっきのどうやってここまで来た？どうやっても何も、守りが甘いぞお前ら。もっとも今はそれどころじゃないのかもしれんがな。話は聞いていた。お前たちもセスに騙されていたようだな。手を貸してやろう。何？一つ今の状況を打ち破れる方法を俺は持っている。俺が部隊の壊滅後に準備した転送制御プログラムがある。バージルも感知していないからセスの妨害工作の目をかいくぐれるはずだ。本来はサヘラントロプスの転送に使うつもりだったが、どうやらこいつの使い時は今らしい。サヘラントロプスの転送というのは何のために？もちろんロードを破壊するためだ。ロードの襲撃で俺たちの仲間が大勢死んだ。今思うとあれも部隊の混乱を狙うセスの策略だったのだろう。あれに搭載されたレールガンはロードの外郭に傷を与えられるこの世界に残された唯一の兵器だ。あれを使って仲間の無念を晴らしたかったんだ。ダンの事情はさておき、そのプログラムはありがたく使わせてもらう。それで誰がキャプテンと組んで向こうに行くんだ？俺が先に行く。様子を見て可能なら俺はベースキャンプギリギリまで接近する。接近できたらキャプテン、お前にはうまくセスの注意を引いてもらいたい。そうすれば俺が奴の息の根を止めてみせる。必ずクリスを助けよう。それにもちろんバージルもな。リーブ、どうか無事でいて。こちらリーブ、無事ベースキャンプ付近へ到着した。そっちも準備ができたら来てくれ。あのクソ野郎に一泡吹かせてやるぞ。